3、4月度月間 MVP 決まる。3、4月に最も活躍した投手打者に贈られる大樹生命月間 MVP 賞の受賞選手が決定しました。気がしかと思ったら村上だったな。パーフェクトのインパクトを採用した感じか。勝ち星重視はやめたんか。宮崎初受賞なんやないがいや。大竹じゃねえんや。イニング少ないからな。まあさすがに 0.00 は選ぶわ。東もようやっとったけど。ラオウカおかわりかだったけどおかわり選ばれたか。おかわりほんまにすごいわ。おかわり3度目て意外と少ないな。終わりくんとか言われてたのに一生終わらんやん。終わらないくんすごすぎる。宮崎と村上ってこれ要は打席数とか投球回数はそこまで重視してないってことやん。宮崎この時点からまだ打率ほとんど落ちてないんやな。そら1点も取られてないし村上やろ。村上って規定届いてたの。村上か2勝でも取れるんやな。妥当すぎてあれない。ご視聴ありがとうございました。